はい、えー、皆さん、こんにちは。1月、えー、16日ですね、えー、東京の一族繁栄、相続相談室のお時間がやってまいりました。パーソナリティの FP 行政書士、比嘉トキと、はい、アシスタントの FM 講座池白めぐみです。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします、えー。この番組はですね、デリケートな相続問題のヒントを、ラジオで発信。 はいえー、そして家族一族が繁栄していくための前向きな相続にしていこうという番組です、えー、実際にあった事例や知らないと損する法律の決まり事そして一族繁栄のためにお金の知恵知恵を磨き、えー、ファイナンシャルリテラシーを今週も一緒に上げていきましょう、はい、さあはいはいはい今日もいっぱい勉強させていただきたいと思いますはいよろしくお願いしますよろしくお願いします あそうばですねあのーうん、私、ま、月曜日かなあのー、高休日だったじゃないですかああ成人の日ではいはいはい、ま、それでですねあのー、さんかな西原市の能で<ー>あのマサマジックさんってこう<ー>イベントやってたんですよあのテレビの宣伝で見てあすごいなと思って子どもたち連れて見に行ったんですけどねはい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 あほすごかったですねすぐ間近で見てるのに<ど>種が全然わかんないというかですね もう結構マサーさんも何回か FM こと遊びに来てくれたこともあって彼が言う簡単っていうのは全然簡単じゃないんですけど簡単なやつやりましょうねって言われてはい、はい、で見させてもらったんですけど本当にこの、ね、このカウンター挟んでの位置1、うんはい、距離感。 なのに、このカードのさばきも、ももちろんそうなんですけど。え、なんでみたいな、いついついつみたいな、<laughs> どこでみたいな。<laughs> なね、本当にすごいですよね。ゲストさんのあの指輪を飛ばして、ゲストさんの指にはめちゃうっていうのが、はいえー。どういうこと。<laughs> <laughs> もう子供たちも大興奮ですよ。も <laughs> う、それはもうマジックというかって感じですよね。<laughs> 本当にエンターテインメントが。 もう子供たちもねきっと楽しめた楽しめるだから大人も子供も楽しめるうそうですねもう両方楽しいですねあれですよねはいはいいですねまたこのねショーを見て子供たちもマジックやりたいって、ね、言うかもしれないしマジシャンに目覚めるかもしれないし <laughs>、まあ、そしたらなんとか練習に付き合って、まあ、有名にな なるかどうかかわんないですけどものになるかわかんないですけどはいはい,いいですね<あ>そんな週末を週末というか、まあ、連休をそうですねはい過ごしたということで、うんうんえー、それではで、ね、本日のテーマの方発表していきたいなと思うんですけれども、はいえー、一つ目のコーナーですね「教えてるときよ先生」のコーナーでは、はいえー、今日はですね生命保険を活用した納税対策、えー、ま 先週の続きなんですけどももうちょっと具体的な手法というか方法ということでえご紹介しますこの、まあ、トピック上ですね、えーうん、計算とか数字とかいっぱい出てくるんですけれども、うんえー、ラジオですので細かいの数字はもう気にしないでですね結果だけ把握してもらえればいいかなというところですねそしてもう一つの、えー、お金の知恵のコーナーですね はい。えー、こちらが家族法人その2ということでですね。うんうん、えー、今回あのちらっと話だけが出てきた一般社団法人えー、こちらを取り上げます。はい。よく聞くものですもんね。そうですね。うん、えー、まあ家族法人っていうこの提唱しているものの中にはですねあのこの形態っていうのは結構適しているかなって考えていますので。え、はい。でまあ普通の会社との違いとかですねこれがなんで。 家族法人に、えー、適しているのかなって、はい、まあそういったところをお話ししていきたいと思います。はい。はい、えー。では本日も盛りだくさんでお送りいたします。はい、番組ではメッセージをお待ちしております。メールアドレスは761アットマーク f m k o z a j p 7 6 1アットマーク fmkoza.jp ファックスは098-934-8653 934-8653でお待ちしております。はい、お待ちしております。はい、えー、また FM コザでは YouTube とツイキャスでネット配信もしております。FM コザのホームページから見ることができますので、そちらもお楽しみください。えー、皆様の感想や応援メッセージ、えー、リクエストお待ちしております。はい、はい、この番組は、不動産の相続、資産活用の相談ならお任せ。FP コンサルタント不動産株式会社の提供でお送りいたします。 はい、えー、さあ、時刻は、十、え、三、ー、13時11分を回りました。はい。t o の一族繁栄相続相談室をお送りしております。お相手は FP 行政書士の日賀時代と、アシスタントの池代めぐみです。はい、えー、この時間はこのコーナーです。教えて、時代先生のコーナーです。はい、ありがとうございます。はい。<laughs> はい、そうですね。さて、先週ですね。え、納税対策っていうのが、実は、節税対策よりも、まあ、先ですよっていうお話しましたね。そうでした、そうでした。はい。え、まずは、まあ、いくら税金かかるんだろうとかですね。まい。いくら用意すればいいんだろうか、と。そういうところの把握から始めてくださいね、ということだったんですけども。え、そして、ふと思ったっていうかですね。あの、まあ、相続税は申告ですよって、この、まあ、自分で、申告していく。 税金ですよってお話をしたんですけれども、そうしたらですね、あのまあ黙ってたらわかんないのかなってで、ね、そう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 。<laughs> で申告でしょってなっちゃうんですよね。そうですね。ねもう自己申告なんでしょうみたいな。自己申告っていうことはさ、うん、みたい、ね、っていうまあ考えがちょっと浮かんでしまうかなと思うんですけれども、え、まあそうですね。まあこれはまあや,やめたほうがいいですね。あのあやっぱり税務署さんっていうのはやっぱ普段からの確定申告とかありますよね。はい。 まあ資産がある人は不動産収入がいくらありましたとかですね。自営業の方もそうですし、はい、まあそういうところからですね、あの相続税の対象に、えー、なりそうな人っていうのをちゃんと把握してるんですよ。ああやっぱり、はい、ダメですか。そうですね。それで、うん、まあそういう相続が発生すると、まあ相続、えー、税務署の方にも通知がいてですね。もうこの方。 そろそろ納税しないといけないはずだけどなと<ー>、えー、調査の対象になってしまったりしますね。なるほどじゃあ私たちがまあわからない人が、まあ、黙ってればわからないだろうって思ってる人は全然、まあねまあ、税務署にまさかね、はい、数値が行ってるとわかんないでしょみたいな思ってるから大丈夫と思ってるけど実は税務署にこの方亡くなりましたよっていう通知が。 あいつですねもうマルサがやってくるということがないようですね。リアル。テレビでしか見たことないんですけれどもそういうことがまあ実際に起こり得ると。そういうことですね。まあ正直一番です。そうですよね。何でもね。そうですはい。ええまあさてですねまあ今週のテーマはええまあ生命保険を活用した納税対策っていうところですね。はあ生命保険。はい。 まあどうしてもやっぱりこういった生命保険とか相続とか、うん、そういったあの方面の話になってしまうんですけども生命保険っていうのはですね使い方によっては大変便利なものになってましてですねその効果持ってる機能っていうか、うんえー、そういったものがですね、あのー、納税だけじゃなくて、まあ、相続争いの防止だとか、うんえー、節税対策にも大変効果がありますので使わない手はないかなと。うんまあ、確かになんかに ね、高所とかっていうことですかね。ね,はいうん、ね、そういうのででかい行った方がいいよっていうのはなんとなくイメージとしてはあるんですけれども、具体的にね、どういう感じなのかわかんないので、今日はそのそうですね,ね、教えてもらいたいなと思います。はい、えー、この相続でま活用する保険っていうのが、ま終、あ、身保険とかそういうものになるんですけれども、はいはい、はいえー、ま終、あ、身保険は っていうのはあの掛け捨てではないんですね。この貯蓄性があるっていうか、はいはい、はいはいはい。えーまあ、ちょっと元本よりも増えたりするっいう性質も持ってますし、んうんうん、あの、はい、まあ老後の資金準備にも備えることができますよとそうですね。はい、えー、死亡保険金とか障害保障というまあそういうイメージを持っていただければいけいかな。はいはい、はい、またあのコツコツ払い込みますので、えー、強制的に貯金できるという感じですね。そうですよね。もう気づい気づいたらというか、まあ自分で。 貯蓄するぞって思わなくても、そうですそうです。もうその分がね、き引き落とされるというか、はいはい、自動的にというか、うん、そんな感じですもんね。そう,そうですね。うんうん、ええー、まあこの贈与契約と組み合わせたり、学資保険とか、まあいろんなものの組み合わせの仕方もありますのでですええ、まあじゃあこれはどうやっていけばいいのかっていうところを映っていきます。はい。ええー、そうですね。あのまあ事例がいいと思いますので、まず、まあ、相続する財産が まあ実家だけだった場合、っていうのは、何とかお話ししてますも、はい。そうですね、はい、はい、ありますね。で、実家を相続するのが、まあ。奥さん、うん、妻と。まああるいは遺言、長男とかにですね。うん、ええー、遺言書などで、うん、まあ納税資金として保険に入っていたよと。まあ伝えてあげるっていうのも、大切かなと。うん、せっかく入っているのに、知らずにですね。確かに、ね。<laughs> っていうのも、もったいないですよね。そうですね。はい。で、えー、まあこういうことを知ってたら、あ。 これれ考えててて準備してくれたんだって相続人もまあ安心してできますしです、ね、このもらった保険金というのはまたではどういう扱いになっていくのかというところですね。うん、気になりますね。ねこと、あのーまあ、ですね。厳密には保険の受け取り人というのが、はい、まあ子どもだったり奥さんだったりするんですけども、うんうん、でそれによってもらうので、えー、純粋に相続する。 お金ではないんですけれども <ほう S 1>、まあ、相続財産としてみなしますよっていうのがあります。ああ、実際にもらうってわけではないけど、そういうふうに。うですこの親から声というよりは、あの契約上の、はいもう。親から引き継がれたというよりは、もうそ、もうそもそも私が受け取り人なんだっていうところで。相続するっていう意味合いとはちょっと違うんですけどもあ。なるほど、なるほど。はいはい、そうか、そうか。受け取り人が指定されているっていうことですかね。ねそうですね。はい。はい、はい、はい。で、まあ、それでも、あのー、この。 相続っていうタイミングでもらいますので、はい、これ相続財産としてみな,みなしますよということで相続税の計算対象になったりするんですよ。へえ<ー>。あれじゃあこれ対策になってないんじゃないかなと結局かかるんだ <laughs> はていう<ー>、えー、考えが出るかなと思うんですけどもおっ,とって感じですよね、はい、あ保険のいいところはですねで,おおで保険金っていうのはですねあの、うん、非課税枠っていうのがあるんですよ。あーなるほど、はい これが、あの、500万円一人当たりですね、かけるの、うん、まあ相続人の人数っていうのが非課税になりますので。はあー、結構長くですね、えー、そうですね、大きいですね。へ<ー>えー。で、具体的に言いますと、例えば、あの、評価6000万円の、うん、まあ不動産建物が相続しましたよと、はいで。奥さんと長男と長女、娘さんとこの3人が、はい、え相続人でしたっていう場合ですね。はいはい でまあ奥さんもこの長男に面倒見てもらうつもりでお母さんの面倒見るんだから長男がこの土地建物を相続しましょうねってなった方がいいですねあもうまとめてそうするとどうなるかっていうと、えーまあまあ、放棄したっていう前提にしましょうね奥さんはいはい、はい、6,000万円っていう財産からこの、まあ、3,000万円プラスとか はい、600万かけるの相続人数ってあったんですけどもはい、はい、えこれ放棄したとしてもですね、うん、えこの相続税の計算控除の計算には入れてもらえるんですよあ放棄してもそうですねはい放棄はなかったものとして計算上はですね<ー>扱えますのでそうな,んです、ねうん、なので3000万円プラス600万かける3人、えー、4800万ですね、まあ、これは放棄してもしなくても<ー>まあこの控除額っていうのはそうなりますよ<ー>なのでええー 課税対象の財産が千二百万円ですおおお1200万円の15%、えー、引くことの50万円これが130万円っていう額になるんですけども、はい、これがあのそのまんま何もせずにやった場合、えー、税金としてかかりますよってことでですねはいえー、じゃこの土地建物もらっただけで現金とかなかったっていう前提ですのでもう130万円どっからか工面してんそんな急にね、うん、払わないといけないです まあ貯金があればいいんですけどね。はいはいはい。で、えー、まあ長男が家をもらったんで、うん、まあ相続財産を長男がもらったってことなので、はいはい、まあ当然、税金も長男が払いますと。うんうん。えー、まあ現金で、まあ納めるんですけども、じゃあ、長女はどうなるかというと、もう、うんもらうもんないですのでうんうん、うん、そうですよね。もう、何にもなし、まあ負担もないですけど、もらうものもなしと。はい。ちょっと微妙ですよね。ねえ。<laughs> で、えー ここでです、ね、あの、まあ、保険に入ってたとして、うん、まあ長男に500万円、えー、長女が3,000万円受け取れるような生命保険に入ってたとしたらお<ー>まあそうすると、えー、先ほどの財産っていうのが6,000万円にあの、はい、保険金の500万円と、はいえー、長女がもらう3,000万円、うん、これがこの相続税上の財産になりますよということですね。うんうん、あそうかそうかか万円はこの相続した 不動産のそうですね。で500万円はこの長男の生命保険3,000万が長女の生命保険そうすると9500万円に膨らんじゃったっていうところですねあそっか普通にあったらはいそっかそしてこれがあのさっきの口座がありましたよね3,000万プラスで4800万円なんですがここに生命保険の非課税枠はいはいさっき500万円の今度はですね 非課税枠っていうのはは放棄したとは入らないんですようん、うん、なので長男と長女 2>, <ー>2人分1,000万円が控除できますよということになりますねへ、はいはい、えー、あちょっとなんか相続の変な質問なかもしれないんですけどはい、はい、長女ってっ相続人ではあるけど何も相続してないじゃないですかそうですねその場合でもあそうですね普通にやってますけどこの場合あの奥さんの方が子どもたちに財産を負ってことで えー、放棄したっていう前提ですね実際何かほうあなんて言うんだっけ、えー、と相続人ではあるけど相続するものがないっていう形でもで、ねはい、この今の計算の方はあの非課税枠には入ることができるあ入ってます入ってますあ,<ー>あのあ<ー>この長男と長女が入ってて<ー>、えー、放棄したお母さんお母さんだけが,が入ってない今はあじゃあ放棄した方は入らないとそうですね ここがさっきの税額の計算と保険のところで違うところなのでちょっとややこしいんですけどもそうするとですね課税対象が3700万円になってこれが3200万円20%の税率と百0 0万円の控除540万円という税金になりますおおだいぶ増えましたね増えましたね増えましたねどうしましょうあれ4倍 <laughs> さっっきの130万ででしたよねねねそうですす、ね、倍になってます、ね、<laughs> <laughs> これがあのこれじゃあ長、2人今度は安分する形になりますので,税金です、ね、はい、はいい、えー、長男の6500万ですかね万のうち大体68%ぐらいで、長女が3000万ですので、9500万のうちの32%という割合で税金も負担しますよとなります。そそそそっっっかかか、はい、の時は、うん あそっか,そかこの相続した6,000万プラス生命保険が3500万万ああなるほどなるほどはい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 、はい、そうすると<ー>540万円の税金のうち367万2000円は長男が負担、えー、172万8000円は、えーそうですね、長女が負担しますよとはあなるほど。まあ、それでもです、ね、この受け取っ ってる保険金がありますよねはいはいはいこの保険金で長男払いますよね500万もらってるんでそうですねで手残りが132万8000ですねはい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 で、長女が、えー、3000万円受け取って、うん、172万8000払いますので、うん、2827万2000円手元に残りますまあまあ残りましたねそうですねど,どうなんですかね、えー、税金っていうのはさっきの130万円から540万円に、はいえー まあ増えてるんですけれども。増えてはいるけれ。はい。<お>あ、手残りで考えると、うん、ええー、まあ長男は。お家を継いで、税金を支払って。うん、ええー、百三十二万円という現金を手にしてますので。はい。ちょっと古くなったお家リフォームしてみようかなということも、できちゃいますよね。ああ、残ったお金でね。そうですね。色々と。活用方法があると。はい。確かにそして、あのー。 も,う全くもらえないはずだったの長女ですねが、えーまあ、大体2800万円ぐらいという大き、はい、な現金を大金ですよねそうですこれが手にすることができるとはあ<ー>、えー、物はなくても、まあ、お金が手に入ったとそうですねこの多めの現金を娘さんに、まあ、残せるようにですねは<ー>、まあ、ちょっと平等とは言えないかもしれないんですけどもまあ、はい、まあはい尊敬で、まあ、お母さんの面倒を見ますよっていう長男う ちょっとこう考えて、あのーまあ、娘さんは現金という形で使い勝手のいいお金を、えー、手にするそんなにバランスは悪くないんじゃないかなというふうにどちらかといえばあの女長女さんはやっぱりねお嫁に行くはい、はい。 分で、うん、お金の方が大事、大事というか必要という。そうですねこ。こっちの方がやっぱり必要になってくると思います。ね、お家もらってもって感じですもんね。はい。ああ、なるほど。そういうやっぱ最初の一番で、ね、この番組の一番最初の方でもね、はい、あのお話ありましたけれども、このなんだろう相続のバランス。うん、うんうん。このお,お母さんとまあ子供たちの。 分け与えるバランスっていうのがここでも生きてくるわけです、ねはい、そうですね、うん、なのでこの、まあ、最初の説で考えるとあ税金が増えるとかこうなっちゃうんですけどもここで、はい、じゃあちゃんと支払ってどうしてっていう形であのこの手残り、まあ、全体的なところから考えていくと、はい、あう,もうちゃんと分け方も考えてくれてたんだとこ,の、まあ、こういう意味で、えー、争いトラブルの。 防止にもつながりますし、えー、ちゃんとしたこの資金、えー、納税資金ですね、はい、をためることにもつながりますのでこの使い方工夫一つではこのように違ってきますとなるほどいやなんか同じ額だけどこんなにもそうですね税金増えたようだけどキャッシュフローで考えると全然いかない。 確かに確かに4倍とか思っちゃったんですけど <laughs> そうですすよよねね、うん、びっくりしますよ、ね、どうするのって思ったんですけど、うん、こう考えるとまあねまあこのパターンで言えばですけどね、はい、今回の事例のパターンでは、うん、で例えばですねあの、うん、今このお金がないケースの不動産しかないケースの、はい、お話だったんですけれども例えばこれがお金があった場合とかこの。 今、実家の家建物という前提でしたが、これがあのアパートだったり、はいはい、現金が毎月毎月出てくる、そういった性質の不動産、財産だった場合ですね、はいこの、これもやっぱりどんどん増えていくんですよ、うんこの毎月家賃、まあ、全部使い切っちゃったら話は別ですけど、<laughs> <laughs> だんだんこの貯金という形で増えていきますよね。うんうん10万円ずつ月貯まるででしたら1年間で まあ120万円、はい、まあ単純にですね10年経つと1200万円とはい,、はい、そうなってくるとその1200万円がまた税金の対象になりますのであそうですよね、はいまあ、こういった場合にもあのこの保険の考え方っていうのが使えるんですよ。と、えー、いうのは、えー、この贈与のお話し,したことがあると思うんですけども贈与、はい、税のこのやっぱり控除っていうのがありますよってことでうーん、えー、まあ 相続時に全部生産するというやり方と普通は110万円までは税金かかりませんよという範囲がありましてちょっと前にもちらっとやりましたね。これ歴年課税っていうんですけども暦でかけますよということで毎年毎年110万円までは上げることができますよその中でですね110万円の範囲で贈与してこれでまた保険をかけてっていう形にするともう。 課税対象になる財産が増えるのを抑えつつこ移転していくまたこの先ほどのような保険金を使った納税対策とか同じようなロジックが使えますので。あ、なるほどねでも本当にそれぞれの,、ね、この事情というかそうですね、はいはい、パターンで結構応用が効くという,う感じなんですね。なのでお金がたくさんある ケースでも不動産しかなくて現金がなくて困ってるっていう両方のケースにこれ使えますので、うん、ああなるほどこれはじゃあもう本当に知っとくべきですねそうですねこの、まああこんな方確かこんな方法があったなっていうのを、まあ、これさえ思い出してくれればですねじゃあどういうふうにこれやったらいいのかなとまたあの元気なうちにご両親が始めますので、はいはい、この歴年課税っていうのは 年数がが長長ければいいほど効果が大きでですの父ちゃん、うん、母ちゃん元気で <laughs> 長生きしてくれればですね、まあ、そういった対策もどん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 <う>よくなっていくと。ですよね。はい、はいはいはい。なるほどです。ということで今日はねはいあのー、この節税のというか、はい、まとめもやって、ね、もうちょっと増えたかなって思いきやかん全体的に考えると。 やっぱりそっちのほうが得というかやってるっていう部分もありましたのでじゃあまとめをお願いしますあ、はいえー、ではまとめていきましょう、えー、保険をを利用すするるここととでで、えー、納税金額を作ることができます、うんえー、今回のように、えー、節税どころか、まあ、増えてしまうっていうケースですね今回はあるんですけれども、えー、それでも手残りは、まあ、増えて、まあ、かえって豊かになると。 うん、えこれがここでもです、ねあのー、このキャッシュフローという、はい、まあこの考え方ですね、はい、これが大事になっていきます、うんうん、えこのようなシミュレーションですねできたらもっと効果的な節税方法というのもえ見つけていくことができきるようになっていきます大事なことは1にトラブル対策2に納税対策3に節税対策ですこの順番がね本当に 前回も今回も聞いてあ、なるほどなって思いましたね。ああよかったですよ。では、弊社ではです、ね、あの相続税に強い税理士さんともおつなぎして、このような相続税のシミュレーションとか、うん、えと、ー、いうのをやることもできますので相続税が気になるっていう方はぜひご,ご連絡ください。シ、はいえー、シミュレーションはの場合 とかあるんですけども、まあ例えばうちの方でですね、あのまあざざるにかけるっていうか、あ相続税かかってきそうですね、ああとは多分かかんないですねこれぐらいのざるにざっくりとしたのはできますね。まあその辺は無料でできますから、はい気になったらぜひご連絡ください。はい、はえそれではですね来週のテーマですけれども、新しい相続の形っていうところで、家族信託っていうのがあるんですけども。出ました。 はい、この家族信託の方ですね取り上げていきたいと思います。はいえー、一通りあり相続のベースになる、えー、公約、うん、相続税対策のお話をしてきたんですけれども、うん、この家族信託っていうのがですね今、専門家の間で最も注目を集めているというかですねう,、えーまあ、うちの方では先週から取り上げている家族法人とこの家族信託ですねこの組み合わせがあのうちが提唱している一族繁栄相続 まさにですね。とことになりますので、お楽しみに。はい、はい、ありがとうございます。このコーナーは以上です。はい、ありがとうございます。女子 CM の後お金の知恵のコーナーです。引き,引き続きお付き合いください。 はい、えー、それでは時刻は13時34分を回りました、えー、お送りしているこの番組は t o k の一族繁栄相続相談室続きましてはこのコーナーです はいやってきましたこのコーナー、えー、一族繁栄のために一緒にお金について賢くなっていきましょうはい、はいえー、それでは今週のトピックですね、はいえー、家族法人には一般社団法人ですということで、えー、まあ言い切っちゃってますけどすごい気になる表現って言ったらあれなんですけれどもえっていうそうですね、まあ、時々あの一般社団法人っていうのも耳にするようになったかなとは思うんですけどもうーんええー まあ、先週はあのまあ、会社などの法人を利用してはい、はい、えー、することで、あの経済的なメリットを多く、えー、受けることができますよ。よっていうお話でしたね。でしたね、うん。で、その中であの株式会社とかですね、うん、えー。合同会社で一般社団法人とか。 っていうのを使い勝手がいいものから選びましょうというお話をしたんですけども何が使い勝手がいいのかよく分かんないぞって <laughs> なっちゃうのでね。聞くけど、はい、何が自分たちにとっては何がいいんだろうって分かんないですもんね。あそうです、ねうまあ、まあ私たちでもやっぱり、まあ、何がメリットでデメリットでって、まあ、設立のコストが高いとか安いとかいろいろあるんですけど。会社と の中では株式会社と合同会社ってまあそんなに変わりはしないかなというのがあるんですがまあ多少コストが抑えることはできるんですね、あのー、例えば株式会社だとあ,のあまりえ実行されてないようなんですけども広告義務はあの決算こうでしたよということですよ、まあ、それにまたちょっと官報に載せたりお金がちょっとかかりますよというのが。 あるんですけども、<ー>合同会社の場合はこれはやんなくていいですよとかですね<ー>まあこういう細かい違いがありますおなんか同じようなう言葉が違うからまあもちろんねはい、はい、違う組織というか性質ではあるとは思うんですけど、うん、やっぱ結構そこまでいろいろ変わるんですねそうですねちょっとまあざっくり説明しますと株式会社というのが一番有名ですねはい、えー まあ設立費用が25万円ぐらいかかりますよとお話ししましたけどもえこれは出資者というのがえ株主になりますね株式という形で出資してえ会社を作りますよとでこのまあか一番大きな意思決定もう会社を引っ張っていくというかですねまあ取締役とかいるんですけども最終的には株主の株主総会で決めますよと。その株 出資した金額に応じて、うん、株式の数でこの議決権がありますよとはい、はい、よく M&A とか乗っ取りとか出てくると、えー、誰が多数派になるか多数派工作とかかな、ね、なるほどなるほほどどそそうかそうかドラマ的な、ね、こ,れこういうことになるんですけどもあよく聞きます昔はです、ね、あの株式会社1000万円以上の資本金が必要ですよとかあったんですが、えー、今あの1円からでも大丈夫です。えー 1円、はいまあ、実際に1円の資本金にしてしまうと信頼ないですけどね極端な感じですけど、まあ、1円からでできるとはい、はい、そうですね<ー>理屈は1円からできますはい、はい、そうしてしまうとあの会社の備品を買いましたとか、はいえー、ファックス買いましたとかもうそのと端の債務超過ですから。<laughs> <laughs> 1円ってねもう赤字じゃないかファクスが届けに何もですよねそうなっちゃうんで現実的ではないんですけどもねまあまあ理屈としてはってことですねまた広く株主株式を売買することによってお金を集めることができるっていう形態ですねなので大きな事業をしたいっていうところには向いてる形態といえますなるほどでそしてこの社員っていうかえ ですね、この株主とかはですね、はいえー、この出資した金額の範囲で、うん、え責任取ればいいですよという有限責任社員は<ー>有限責任というものになってますのでそれ以上は責任を負わなくていいんですけがフ、はい、パーになるかもしれないだけれどもこの会社が作ったそれ以上の借金の財務までは個人は負わなくていいですよというのが有限責任です。じゃあ50万 例えば50万出資したとしたら、はい、まあ100万円の借金が会社にできたとしても50万円がなくなるというだけで,で残りの50万は負担しなくてもいいと、はい、もうもう会社を清算して返しますという形になるんですが、うん、まあやっぱりあの現実にはですね、えー、そういう借りる場合じゃああの代表取締役は連帯保証人になってくださいとか <laughs> なっちゃうんで。 まあ実際に免れるかどうかというのはケースバイケースです。で、ね、次に、えーまあ、合同会社というところなんですけども、うん、これがあの、まあ、最近よく耳にするようになりましたかね。有限会社がな、えー、くなって代わりに出てきたような感じですね。うん特になんか変わって よよく聞く聞ううになりましたねねそうです、ねうん、これがあの持ち分会社って呼ばれるものなんですけども出資に応じてこの会社に対する権利を持っているよという,う株式とはちょっと違うんですけども、はいえー、株式会社の出資している人と経営人が別っていうのが前提だいたい小さな会社と一緒なんですけども、はいまあ、理屈的には別ですよと合同会社の場合は出資者イコール経営者。おお というところであの家族事業を格上げしたりとかですねあ<ー>、まあ、そういうところになるほど形態的には適しているというところですね。えーえーえー、あそれでなんだねねそそうでですれ議決権というのも原則的には一、えーまあ、人一議決権というか一、えー、人一票というかですね<ー>この誰かがたくさん出資していてもこの人数で多数決取りますよという形になりますので。 じゃあ別にもうその多く出してる人がまあ<う>さっきのあれじゃないですた多数決のなんとかではないですけど、そう,ね、そういうところまでは一人一票というのがもう決まっているとそうですそうです。あなるほど。定款で変えることもできるらしいんですけども、まあ、まあこうやってですね、あのまあ人的な要素で、えー、多数決取っていきますよと、はい、お金の力というよりは人的なところにえ向いてますね。なるほど。 まあ結構ですねこの合同会社っていうのも増えてきて前はあの会社といえば株式会社ってなったんですが、はい、そのイメージでした、えー、これがあの株式上場してしないので乗っ取りとかに強いんですね、うん、ああそうかそうかはいこの売買されませんのではいはいはいですよねで意外とあの有名企業が合同会社だったりというのがあります、うん、まあ例えば一番有名なのはアップルジャパンですかね、はい ここもですか、はい。アップル合同会社なんですよ。<laughs> ええー。株じゃないんですね。そう、そうなんですよ、ね。株超高そうですけどね <laughs>、はい。もう超高いと思いますけどね。へー、まあ、こうやってあのー。それぞれですね。あの会社の方で、自分たちは。株式市場からお金集める必要がないから。これでいいやと。いう風になったりですね。なんか、こう入れちゃうと、もったいないような気はするけれど。<laughs> ね、あ、やっぱそれぞれ、やっぱ考えがあって。 そういう会社にしているわけですよね。そうですね。はい、へ意外だな。<laughs> <laughs> はいはい。で、ええー、まあ他にも合名会社とか合資会社とかいろいろあるんですけども、うん。確かに聞きますね。まあ現在これ設立する人ほとんどいないと思いますので、うんまあ簡単に言ったあのこの持ち分会社の中でもさっきの。 有限責任と。はいはい、無限責任っていうのもあるんですけども。うわ、怖い。<laughs> 合名会社っていうのは、この無限責任社員だけで作ってるんですよ。<laughs> じゃ、もうどこまでも。そう、そうですね。会社ともです、ね。新宿も。怖い。で、こう、ええー、合資会社っていうのは。えー、無限責任も、代表になる人は無限責任だけど。<ー>他の出資者は有限責任ですよって、この。ちょっと入り混じってるような。ああ、なるほど。 で最近というか私もこの合資会社だったり合名会社という人とあっても次会った時はなんはいつの間にか合同会社になっているとかそういう時もありますね。<laughs> あるかもしれないですねこの合同会社というのは全員が無限あ有限責任になりますのでう、えー、そういうこのまあ安全性というところからすると合同会社の方に変えていったりですね。またあのイメージの方も 合名会社、合成会社って、ちょっと昔の会社かなまあ歴史を感じさせるんだったら<ー>いいかもしれないですけどね。<laughs> まあまあ確かに。うんまあ、そういう意味合いで変える場合はあるかもしれないですね。なるほどなるほど。は、はいはい意外な。こういったあの会社っていうのがまあ営利団体ですね。あはい営利団体、ねはい。利益を追求する団体ですよ。はいはい、会社っていうのはそういうもんですよ。そうですね。はいはい。で次に、えー、一般社団法人ですね。はい。 これはの遮断っていうのは人の集まりっていう意味ですわあ別にじゃあ特にこの遮断っていう言葉に法律的な意味としたら人,人の集まりまあそういう形になりますねあのえー、なんかもっと難しい意味なのかなと思ってました、はい、でこれにあつゆをなすようなあの財団法人はい財団あっちの方はこの財産の方に注目した言葉ですねお<ー>、えー、この財産を 法人化するっていうか、<ー>それに管理するメンバーが集まってくるのが法人的な感じですか。そうですね。本当に。えー、まあ社団っていうのはどちらかというとムンチューみたいな,ほうほうなこの人の集まりっていうところですね。はいはいはい。で、えー、まあ基本的には非営利団体ということになるんですけども、この利益を追求しないっていうかですね。はい。あ、ま、でも言葉の意味ではそうですけども、別にあの営利事業を行ったっていいですよってなってるんですよ。 まあちょっと難しいと思うんですがえさっきの,あの会社というものは出資したり株式を購入したりして投資しますよね投資したらあのリターンが必要なのでこの生まれた利益は株主に配当しますよとかえ出資者に分配しますよとかそうなるんですけどもえこの非営利の場合はこの会社が利益があったとしてもこれは配分しませんよというふうになります,まります、はいえ。その利益は 会社にプールしていく形になります、ね、ああじゃあ個人に渡すわけではなく会社のもう経営に回すてくださいと<ー>はいこの会社自体が存在していることがあの、まあ、一つの大きな目的になっているっていうかですね。ああじゃあこの会社自体を、まあ、この社団法人が続けるようにっていう集まりではあまあそうですねはい。 活動と。そうですね、この利益を、<ー>財産を大きく。ただ、あのー、今、利益の配分がないですよって言ったんですけれども。はい、これ、あのー、言ってみれば、決算ボーナスがないって考えたら。いいですかね。<ー>か給与は上げることできるんですよ。だから、成績が良かったら、じゃあ、来期は給与を上げようかと。いう形でバランスを取ることはできますね。ああ,あ,あ、なるほど、なるほど。特別、その時に、ボーナスという形ではなくて。 ボーナスを取ってうのできなくて、ねまあ、これイメージの話ですけどあなるほど <laughs> 給料給料ではいいんだそうですねじゃあこの来期は役員報酬はこういうふうに改定しますとかですねああなるほどおはい、はいはなるほどわかりましたで従来の社団法人っていうのがですね、うんえー、今この最近一般っていうのがついてるのは何でかなっていうところで,そうです、ね、これが従来の社団法人が公益社団法人と一般社団法人に分かれたんですよ 公益っていうのは、もう文字通りあの公共の利益になるような活動をする団体ですね。これハードルが高いですね。子どもの国ですね。公益、あとはあれ財団法人か。あ、そうです。おそらくこの子どもの国が所有しているの敷地だとか、施設だとか、そういうのがなってると思いますね。なるほど、なるほど。それは公共のってことです。はい。この公共性が高いっていうのはもう。 行政がまた認可を下ろすので簡単には取れないものだったんですよ。<ー>で公益と一般と分けることによってこの一般社団法人の方は作りやすいようにハードルが下がったんですね。普通の会社を作るように定款作って登記すれば、うん、できますよという形になりますので、うんうん、で一番の特徴ですね、はいえー、この一般社団法人の一番の特徴は持ち分がない法人ということで。はい そうですね出資しないって言ったんですけども、はい、これは寄付っていう形でこの基金っていう形になるんですよあ手を離れた時点でこの利害関係がないんですねこの出資っていうかお金を出した人と<ー>設立された法人とですねもうじゃあもう完全寄付だそうですね<に>なので<ー>このもし解散になったら、えー、国庫に帰属しますよとか法律ではそうなりますけどもおなるほど これも定款の中で決めていくことができるんですが<ー>、えー、法律はそうだけど、えー、うちの法人は、えー、解散した場合は基金を出した人に、えー、分配して生産しますよって決めればそうなります。うん、なので必ず国庫に行くわけじゃなくて<ー>出した人に戻ってくるっていう作り方もできるんんでですすよそそううななねんですよ。 なるほど、分かりやすい。これがですね、あの持ち分がないっていうことが肝でですね。うん、ええー、まあ、相続っていう場面、はい、あった時に、はい、ええー、何度かあの法人の方に財産を移すんですよって、えー、話しましたけれども、まあそうするとこの役員が変わって何してこの株式を相続するっていうのが出てくるんですよ。財産ではなくて。なるほど。でこの株式に税金かかりますよと。はあ、そっか。 いうのがあります。これはあのこ出資してるのは資産ですからね。うんうんうん。もうまさにですもんね。目には見えないけれど。はい。これ一般社団法人はこのそこで切れてますので。あもう渡した瞬間。はい。<ー>この出資っていうかこの資出金を相続するという概念がないんですよ。うん、なるほど。まあそうするとあのー、<ー>じゃあ次の理事長が決まっていったら、はい。はい 存続していきますねずっと会社の財産ですのでこの法人が持っている財産を相続するっていう場面がなくな相続税が出ないということですね。はあ、なるほどねそういうところでも税金が高そ,、ね、そうですよね。なのでこの一族の財産を、えー、管理していくためにはこういう相続税、まあ、があまりかかってこないっていう形態を取るとえる、ー、と。 ややりやすいのかなと、うん、確かにそりゃでかからない方がいいですもんねそうですね議決権もこれさっきの、えー、持ち分会社のように1人1票ということで、はい、人数でやっていきますので、はい、平等っていう感じが、まあ、それも家族では、うん、そうですね、まあ、はい、はい、家族っていう形態ととマッチするような感じがしますねすただですねあの、うん、このえー、法人からえー またた渡した場合とかこの財産が動くような場面ではです、ね、あのこの租税回避防止規定というのがありますのでこういう不正な目的で税金逃れに使われないようにという決まり事があるんですよ。うん、なので、えーまあこのでこ辺も税理士さんと、うんうん まあ慎重に組み立てるというのが大事になってきます、はい、そうですよね、はい、もうなんでかも抜け道ばっかり坂そうとし紐から、<laughs> <laughs> やっぱそこはね、ちゃんといろいろ法にのっとってやっていく必要がありますけれども、はい、えこういうふうにあの相続っていうルールの外側に出るという、えー、形態もありますので、うまあそういったものも考えながらやるといいのかなというところですね本当にいろんんなやり方があるんですね。 はい,いそうですなかなか、まあ、今日はややこしいことばっかりだったかなとまあねもうあのいろいろとこの法人、まあ、財団あ一般党公益党とかいろいろと社団財団とかねいろいろと概念のイメージがついたのであなるほどねって特徴も分かりやすかったのでああそういうことかっていうのは頭に入ってきましたね。はい まあこの普通に財産管理するだけだったら合同会社か一般社団法人、ガンガンビジネスしていくという人は株式会社とかがいいのかなというところですね目的とかね、いろいろと携帯にも合わせながらという感じですね。あはいいそういうことではまとめていきましょうか。会社というのは営利団体、一般社団法人というのは非営利団体ですよということですね。うん あと家族の資産を管理するための家族の集まりを法人化するという考え方に一番近いのは一般社団法人かなというところですね。うーんなるほど。でえーまあ、携帯だけで決めるんじゃなくてこの先ほど言ったような自分の目的に合わせた携帯を採用していく方がいいかなと。なのでですね、まあ、法人の資産を贈与したり依存する場合は。えー 相続税の対象や贈与税の対象になる場合がありますので慎重にやっていきましょう。本当にやっぱねあのー、いろんなパターンがあるのでいろんなまたお金がね絡んできますから。はいそういうことですねはい賢く使っていきましょうねはいはいえー、では来週もですねこの家族法人のところその三というところですねはい、えー、今度は資産を法人に移すそして増やすというところをテーマにやっていきたいと思います。 すごいいろいろとまた本格的になってきましたね。<laughs> そうですね。はい、私は頑張って勉強します、はい。はい、よろしくお願いします。はい、以上お金の知恵のコーナーでした。さあ、もうあっという間に時間ですよ、はい。もうハイペイですね。早い早い。で、ええー、もう番組を聞いてですね、もう少し詳しく聞いてみたいと思った方はですね、ええぜひお電話番号ゼロ九八九二三四三三零 FP コンサルタント不動産株式会社の私日がまでお気軽にお電話ください。番組へも感想やメッセージお待ちしてますのでよろしくお願いします。それではお相手は FP 行政書士の日が時きとアシスタントの池代めぐみでした。それではまた来週も聞いてください。さよなら。さよなら。この番組は 不動産の相続、資産活用の相談ならお任せ。FP コンサルタント不動産株式会社の提供でお送りいたしました。